久保さん、今回は、えー、三輪孝介さんにしましょうか。あの、三輪孝介さんのね、本で、死ぬこと以外かすり傷っていう本があって、これね、何年前かの誕生日の時に熟成さんからね、吉田さんにこれおすすめだと思うんで、つってね、その、プレゼントもらったんですよ。死ぬこと以外かすり傷みたいなね。<laughs> 結構いい本でしたね。うん。まあ、その、キャッチ名もね、そう、その、三輪、 僕知らない後々知ったんですけどこの箕輪すいません箕輪さんか箕輪さんがあのー、ネオヒルズジャパンを <laughs> 企画したこの作った立役者っていうの後々知ったんですけどねあそうなのかみたいなね <laughs> ねあのネオヒルズジャパンにあの久保さんも載ってますけど <laughs> そう箕輪さんすごいですよねなんか あのー、ねサラリーマンというかそのねえ冬者でしたっけまあその働きながらね <laughs> なんか自由にやってるわけじゃないですかなんかすごいですよねなんか次世代というか,なん,かなんかこういう新しい働き方というか新しい生き方をなんかうん世にこう提唱してるんじゃないかなと思いますねうん。で箕輪さんのヒストリーでまあ あのちょっと僕も全部見てるわけじゃないんですけどもなんかの動画で言ってたのが最初なんかそのなんかお金が足りなくてなんかそのなんかそのな,なんかをねうなんかを売ったらしいんですよねでなんか売ったらあ売れるやんみたいなあ買ってくれる人がいるみたいな。 こんなんでも買ってくれる人いるんだって、こんなサービス売れるんだ、俺でもなんか商品売れるんだみたいな感じで、で、それでなんか、まあ今はなんかコミュニティとかもやってると思うんですけども、なんか最初はなんかとりあえず稼ぐために、要は商品売ってみたってことですよね。で、そっからなんか全部始まったみたいな、なんかそういう話をちょっと聞いたことあるんですけど。うん。そう。だからまあなんだろうな、まあとりあえずやってみないと、うん、その分かんないし、やったからといって、まあうまくいくわけでもないし、 失敗することもあるだろうし、まあでもやらないと、その、やった先の結果は得られないですよ。だからよくね、僕もまあ言葉としては使う時もあります。まあ、やろうと思いますっていうね。でも結構その稼げてない人っていうのは、この言葉を頻繁に使うし、ほとんどやらないんですよね。思って終わりみたいな。やろうと思,思いますと。で、思って終わりっすね。 やっぱそれは実行に移すっていう実行力っていうのがやっぱ必要なんで、思いを実現化するためにはね、うん、考えてるだけじゃダメだし、思ってるだけじゃダメだし、でも思いは大事だし、考えも大事なんですよ。でも結局それを形にする実行力もなければ、うん、A プラあの1たす1は2にならない。1が思いだったりとか、あ1が思考だとして、もう1は実行ですよね。それを実行していくと。もしくは実行させる指導者、あの あの従業員にやらせるとかね、チームでやっていく、やらせるっていうところをやって形にしていかないといけないので、うんうんそう、例えば将棋というゲームがあっても、その将棋のゲームは思い、まあ、将棋っていうゲームを誰が思いついたのか分かんないですけど、駒作らないといけないし、なんかそ,それを頭の中であっても、それをシェアできないじゃないですか、それを将棋盤作ってね、将棋の駒を作っていかないと、将棋はできないわけですよね、アイデアがあったとしても。 で、なんで僕たちがその将棋ができるのかっていうと、マージャンができるのかっていうと、そのアイデアをしっかり形にしてるからですよね。うん、一番最初にマージャンを考えた人は分かんないですし、ど、ど、どうだったのかっていうの分かんないですし、将棋を考えた人も分かんないですけど、でも少なくとも形になってるから、今も、なんだ、将棋盤あるし、駒あるしみたいな話ですよね。うん、そう。だからまあ、なんか成功したいとか、なんか成し遂げたいんだったら、思うことも大事だし、あの考えることも大事なんだけども、 プラス実行していくっていうことがまあ非常に重要であり、うん、それをしない限り思いは思いのままで終わるってことですね。いってらっしゃい。